こんにちは、月島です。今回は IK マルチメディア社の ARC3 というソフトウェアを使用してモニタースピーカーから出る音を測定していきたいと思います。測定後にプラグインで補正することによってスピーカーからモニターする音をフラットにすることができます。これは楽曲のミックス作業をする上でマストなアイテムであると私は思います。そしてアークシステムはバージョンアップしたアーク4がリリースされています。私の持つアーク3は旧バージョンになりますが、測定作業をしていきたいと思います。目次です。モニタースピーカーの測定と補正が必要な理由、実際に測定する、測定結果とプラグインの使い方、サウンド ID と比較、最後にまとめです。実質の机にモニタースピーカーを設置した場合、スピーカーを置いた机や部屋の壁などから様々な音の反射があります。そのためどんなに高級なスピーカーを設置したとしても出音はフラットに程遠いものになります。例として以前ソナーワークスのサウンド ID で測定した結果を見てみます。やはり 100Hz 付近がへこんだり大きく出ていたりしています。ほとんどのケースでは低音から中域がデコボコしているような状態だと思います。楽曲をミックスするためにはできるだけフラットな音のモニタリングが必要になります。そのフラットな音を実現するために今回は IK マルチメディア社の ARC3 を使用してモニタースピーカーの音を測定します。そして測定した後は測定結果を保存して DAW のマスタートラックの最後に ARC3 を挿入します。そうすることによって音がフラットになるように補正をかけてミックス作業を行います。アーク専用の測定マイクです。 XLR ケーブルを使用してオーディオインターフェースに接続します。測定用マイクを使用するためにファンタム電源をオンにします。次にゲインを少し上げて音が入力されているか確認します。スタンドアローンでソフトウェアを起動します。まず測定に使用するマイクのタイプを選択します。私が使用するのは一番右にあるマイクですので指定します。次にオーディオインターフェースを選択し、入力や出力の設定をします。次のページでは部屋のサイズを選択します。最も近いものを選べば良いと思います。次はマイクを耳の位置にセットするように指示があります。マイクスタンドを使用してマイクをリスニングポイントに設置します。マイクのテストが完了したら測定が開始されます。ソフトウェアが指示する場所に従って21箇所測定します。測定が完了したらプロファイルの名前とスピーカーのアイコンを選択して保存します。以上で測定作業は完了です。プラグイン上部のメジャーメントで今回の測定結果を選択します。また ARC3 は複数のスピーカープロファイルを保存して使用することが可能です。真ん中のターゲットでどのような出力にするのか選択します。フラットもしくは任意でイコライジングしたものを選択できます。そしてバーチャルモニタリングではメーカーがプロファイルした様々なスピーカーを選ぶことができます。プロファイルした自分のモニタースピーカーを使用するときはオフにしておきます。プラグイン下部にはメーターセクションがあります。メーターの表示はピークや RMS などを選択可能です。また左上のエディットタブをクリックするとプロファイルを編集することができます。
ただ、すでに測定済みのプロファイルですので、ここは操作する必要がないと思います。周波数の表示の中で、緑色が補正をかけない状態の EQ カーブで、オレンジが補正がかかった状態の EQ カーブです。プラグインのオンとオフでどのような違いがあるのか、DAW 内の音で聞いて比較してみたいと思います。また、測定結果を見て感じたことですが、左スピーカーの方だけ低音部分 30Hz から 80Hz が 10dB 前後大きくなっています。これはおそらく測定がうまくいかなかったのではないかと私は考えています。今回はこのまま視聴しますが、後日機会があれば測定をやり直ししたいと思います。以上のような感じになります。ARC3 と SonarWorks Sound ID で測定したプロファイルの比較をしてみたいと思います。並べてみるとこのような違いがあります。補正した結果は Sound ID の方がよりフラットに近い感じです。それぞれのプラグインの音を比較してみたいと思います。以上のような感じになります。エントリークラスのモニタースピーカーを使用していたとしても、ARC3 のようなモニター補正用プラグインを導入すれば、十分に効果的だと私は考えています。スピーカーの測定作業はやや大変ですが、一度測定してプロファイルを保存してしまえば、モニタースピーカーの設置環境が変わらない限り、DAW のマスタートラックにプラグインを挿入するだけですので、使用するのは簡単です。私はマストなプラグインだと考えています。そして ARC システムは現在 ARC4 になっています。こちらも興味がありますので、いずれ入手することができたら試してみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。